はい、アラドレン公共和国 Vlog です。前に言ってましたアリエクスプレスで、輸入したマントがこれです。マントです。まあ今これボタンつけてますけども、まあこれ3つ123 3つボタンがありますので、前は全部止めようと思えば止められます。今一番上しか止めてませんけどね。で、横はですね、手はまあこうやって出そうと思えば出せますが、ここに3つボタンがついてるので、横にね、これ外せばこうなります。こっち側は今、ボタン外してますので、こう手は普通に出せます。まあ普段は閉じてて、下の方少しスリットがありますので、そこから手を出すということもできます。結構長いので膝ぐらいまで覆いますよね。で、今日は今これ収録してるの7日ですけど、銀座に取材で行ったんですよ。かなり寒いという感じでしたので、まず言っても地下鉄に乗ってる時間がほとんどですので、地上ね、外に出ることはほとんどなかったんですけど、まあ大丈夫でしたね。こう結構薄手なんですけど、マントで大丈夫でした。コートの方が多分あったかいと思いますけど、そこまでもないぐらいの寒さであれば、こういうのもいいのかなというふうに思います。まあ、全部ボタン閉じてしまえば、完全に首から下は、腕も含めてね、全部、覆いかぶさりますので、まあ、そういう面では、コートよりもいいのかなと思いますけども、まあ、ただ、不便ですよね、マントってね。まあ、手が基本的に出せませんので、出すと広がりますからね。それと例えばですね、肩にかける、カバンであるとか、たすき掛けするカバンであるとか、あるいはこうリュックみたいなありますよね。ああいうのって、マントの上からは基本的に無理なんですよね。手が出せませんので。手が出せませんので、リュックみたいのって手を通すじゃないですか。無理なんですよ。だから、マントの下に例えばたすき掛けをするカバンだとかね、それからリュック、後ろに背負うリュックとかを通常こう 服のね、この上から着て、カバンをかけて、その上にマントをかけなきゃいけないっていうね、それがめんどくさいというか盲点でした。それを気がつきませんでしたので、いざ出ようと思った時に、あら、これマントの上からリュック無理っぽいなというのに気がつきまして、慌てて中にたすき掛けのカバンに変えて、その上からこのマントを羽織って、行ったわけです。そういった面ではコートの方が楽だと思いますので、別になんかね、無理してマントを買う理由はないだと思います。で、この下がですね、ちょっと見えにくいですけど、これはオーバーオールですね。これも結構ね、薄手ですけど、まあまあでも大丈夫でした。気温10度切ってましたけど、まあもともと暑がりなので大丈夫でした。これは下の足のね、裾のところはこうゴム入りになってまして、キュッと閉まるようになってますので、こうだらっと開いてませんので、風が入ってこない、下からね。で、胸当ての部分が全部一体化してますので、風が入ってこないという面では、薄くてもそんなに寒くはないんだなというふうに思いました。まあもちろんその中に着るシャツによりますけどね、オーバーオールなんで。最近オーバーオールって通じるんですかね。ジャンプスーツっていう言い方もありますけど、どっちの方が、いいのか分かりませんけども、まあ、私の年代だとオーバーオールというやつですね。まあベルトもいりませんし、ちょっとトイレとか行くときはめんどくさいですけどね。まあまあでも、そういうのが安く、これ両方ね、マントとオーバーオール合わせても3000ぐらいでしたので、いいのかなと思いました。まあ来るの遅いですけどね。だからその季節的に12月ぐらいに、ああちょっと寒いから冬用のものをと思って買っても、ね、来るのが1月だとか、
ヶ月ぐらいはかかると思っていいと思うので、季節感間違えるとまた来年ということになります。来年のものを買ってしまうということになりますので、特に服なんかはやっぱり買う時期を注意した方がいいと思います。時間かかりますんでね、来るのに。この前言いました、ちょっとこう時計ね、時計っていうかそのいろいろ血圧とか血中酸素濃度とか心電図とかこう調べられる時計をですね買って、ようやくですね、もちろん中国から送ってきてるはずなんですが、ようやく、シンガポールから発送されました。発送ついただけかな、シンガポールなんですよ、なぜか、シンガポールから発送されたという情報が、入力されました。からもう一つ、そのちょっとアクセサリーっぽいバッジですね、まあ、これマントにつけてもいいんですけど、もう一個ちょっと帽子を買ってるんですけど、冬用の、それにつけてもいいなと思って100円ちょっとぐらいで、バッジをね、バッジっていうのかな、ブローチじゃない、バッジですね、バッジをちょっと注文してたんですけど、これ100円ちょっと、150円ぐらいなんですけど、それがですね、昨日になってようやく、キルギスから、これも多分ビシュケクだと思いますけど、ようやくキルギスから、発送されたことが、なんていうんですかね、トラッキングにデータに出ました。中国発なのになぜか、キルギスに行ってまして、キルギス多分だから今あれなんでしょうね、郵便料金がまあ安いんでしょうね、為替の影響なのか、その中国の近辺で、探すと、キルギスが安かったのか、それちょっと分かりませんけど、何せキルギスまで行ってますからね、多分発送はですね、深圳かなんか北京か上海かどっかそのあたりだと思うんですよ、東シナ海沿いだと思うんですけど、なぜか内陸部に行っちゃうというね、だからすんごい時間かかります。もう一つのものがですね、湖北省、湖北省っていうのは、北京市の周囲を囲んでるような省ですね、なんですけど、そこがどうもそこのどっかの都市が初っぽいんですけど、これは郵便ネットワークのレジスタードエアメール、まあ、要は書き留めですね、書き留め航空便で、指定して、まあ、注文したので結構早く来るかなと思ったらですね、なんか湖北省から北京に行って、で北京からどっか鄭州かどっか今行ってる途中なんですよ。なんで北京からそのまま東京に航空便で発送しないのか、それ理由が分かんないですね。北京まで来たら空港あるやんって思うんですけど、なんか鄭州ってどこだったかな、わかんないですけど、今鄭州の方に向かってる途中です。多分これでまた3日ぐらいかかります。で航空便に乗っかったらまたなぜか多分空港で留め置かれるんでしょうね、いろいろ税関検査とか、それから荷物が溜まるまで待つのかどうか知りませんけど、それから次の貨物便まで待つのかどうか分かりませんけど、何せ3日ぐらいかかります。そっから3日以上かかるんですけど、どうかしたら1週間かかります。で東京に着いて、翌日ぐらいに川崎東郵便局に到着したという情報が出て、そこから税関の通関ですね、通関をするのに、まあ、1日ぐらいかかって、で川崎東から発送って出たら、まあ、翌日に江戸川郵便局に着いて、その翌日に配達予定っていうのが乗りますから、まああと1週間以上かかりますかね、ということで、まあ、中国内をね1週間も2週間もうろうろしながら、どっかから航空便に乗せられるというね、もう日本じゃ考えられないような物流構造になってますので、気長に待つということが大切だと思います。ね、配送料無料のとこ多いですからね、しょうがないですよね。
商品代金100円か200円で配送料をね500円も1000円も取ったら売れないですもんね。だから最も安いこう混合貨物みたいなのにして、ね、料金の安い中国よりもはるかに安いような国に持って行って、そこから郵便で出すという手法っぽいので、まあ気長に待ちましょうかねということで、まあアジアのどっかから来ます。さすがに太平洋上のどっかの島から出すってことはないと思うので、中国の近隣の郵便料金の安いとこから来ますので、それまで待つということになります。はい。まあ、気長に待っていいものは安いのでアリエクスプレスで買ってもいいかなと思いますけども、その待てない、ね、早く欲しいようなものは、Amazon で買った方がいいんじゃないかなというふうに思います。まあね、どうせ明日から首都圏は、緊急事態宣言下に入りますので、まあ、何が変わるって別に何も変わりませんけども、多分ただまあ周りにその飲食店がね、あってもちょっといろいろ集客の面とかで、少し早く閉めるとかね、夜の夜中にじゃあちょっとお腹空いたな、ちょっと牛丼でもって言っても、店が閉まっててとかね、多分そういうことはあると思いますけども、まあ、もちろんね居酒屋さんでなんかするとか、そういうのも全然無理な話で、居酒屋さんかわいそうだなというふうに思いますけどね。まあ、うん、しょうがないですよね。はい。そんな感じで、どうせ家にいなきゃいけないので、じっくり何か注文して待つと、一個ずつ注文して届くのを楽しみに待つというようなことも、面白いんじゃないでしょうか。はい、ということで今日はこうマントをね、あとこれ何だったっけ、こっちね、あ、取れちゃった。こっちか。こうね、オーバーオールジャンプスーツを買いましたというお話でした。以上です。今日もご覧いただきましてありがとうございました。